何？ご飯食べてる。まず海苔をセットして、手を手をしたい感じですね。これは酢飯だからね。ご飯を乗せて、ご飯を乗せるの手伝ってあげるか。もうちょっと、ちっちゃい方ができる、やりやすい。キュウリ、キュウリ、お？うん、どうでもいいよ。なんか、次はカニカム。すごい、いいじゃん、恵方巻きだ。なったね、恵方巻きに。中がすごい、見て、カニカマのちょっとなんだけどね。食べていい？いいよ。いただきます。いただきます。うまい。お腹いっぱいになっちゃいそうだね。超おいしい。これ食べる。そのまま食べるの。いいけど。おいしい。醤油つけるの？ちょっと具が大きかったね。まあいいでしょう。醤油入れるね、ここに。うん、きゅうり味ないからさ、うん、醤油つけた方がいいかも、ちょんちょんって。そうそうそう、わ、やばい、卵についちゃった。うん、いどうした？笑ってんの？楽しい？あえ。カッパ巻きになった。うん、カッパ巻き、ほんとだ。カッパ巻き、これ使う？うん、かすめたい。辛そう。辛そうに見える？緑の。ちょっと細く切るのかと。入らん。うん？食べる？
自分でやる。なくなる。まず海苔を敷かないと。なんで？なご？ご飯は先に入れて。はい。ご飯ですね。このくらい。ちょいここにありますね。おいしそう。よくいけるね、時間に。そんなに入るし、全部入れなくてもいいよ。マグロ入れたからうまい。出たけど。材料出てる。ミニ恵方巻き。ネギを入れるの。美味しいよ。ネギ。ネギ入れるなよ。兄ちゃん入れたって。なの？ネギは嫌い。ネギ嫌い。嫌い。最初好きだったのにね。すごい。なんかこの服、会社の服すいたい。燃えるってこと？すれ。ピン。会社の格好？会社の格好じゃない。もうお腹いっぱい？3つ食べた？つまみ食いしすぎなんだよ。そんなしてないよね。そう、バクバク食べてなかった？うわ、おもり、おもり、ちょっと多かったかな。卵焼き上手に焼けたよ。よいしょ。こうしたらキュウリが長い、うん、短い方がいいな。食べればいいじゃん。半分合うよ。それでキュウリが食べる。できた。すごい。うん。前髪がちゃんとあった方がいいね。こうやって割れちゃわないように。やっぱこの辺で切らなきゃ。うん。
この間さ、これ着て勝手に化粧してた時、可愛かったじゃん。ないだっていうか、おととい？おとといだっけか。そんなすぐ伸びる前髪。伸びてる。めっちゃ長いね。短く切りたいな。短くしな。どっかで切る？誰が切る次は？美容院？行く？大変？どうなるママが切ったら。ママが私に髪切る。いや。うん、いいよ。あ、危ない。すごい食べてるじゃん。うわ、美味しそう。ぼわぼわぼわ。もうちょっと入れてもいいんじゃない？はい、その赤ちゃん笑い。なんで？巻きまーす。巻きまーす。巻く。大丈夫、せずそんなに食べれる。わさび大丈夫？うん。コーンしか入れてないよ。うん？コーンしか入れてない。うん。まわしコーンしか入ってないよ。うん、どう？え。コーン軍艦。もらえば。おすしじゃん。もらえば、しず。フンも作れるよ。シズは難しい。はい。頑張ってる。ミクンか。おすしじゃん。お寿司。メリン。お寿司の。え。下手すぎた。なんだこれ。寿司屋だ。ちょっと醤油かけてあげる。寿司やん。どうですか、お客さん。うーん。メリの毛が。大丈夫？噛んだよ。飲み込んだマグロ。うん、ごちそうさまだね。いいよ、食べたきゃもっと食べても。具だけ食べてもいいし。うん、また変なことしてるよ。喉に詰まるわ。これは鬼が来るかもしれないな。節分だから。福の神が来るかもしれないな。どっちが来てほしくない？鬼と福の神。福の神鬼。福の神鬼。何笑ってる？あれ？どこ行くの？ごちそうさまします。ごちそうさま、ごちそうさまでした。ツツ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 ツ。しずくじゃんけんじゃんけんぽい。
い。買った人は？買った人は、アスタ、とりわけや、あ、違う違う、絵本巻きが作れるかも。それは何なの？バイバーイ。最近それだね。